パーンダバとドラウパディーパーンダバは、インドの女児シ、マハーバーラタに主役として語られている五人の兄弟。パーンデのコラ、という意味。ユディシュティラ、ビーマ、アルジュナ、ナクラ、サハデーバを指す。いずれも武術に秀で、絶世の美女、ドラウパディを共通の妻とする。形式的には、パーンデュの子供とされるが、実際は王妃たちが神々との間に生んだ子供である。 というのは、パーンドゥは、呪いのために女性に近づくことができなかったため、王妃たちは特別な手段でこう生まねばならなかったので、ある。最初の三人を第一王妃クンティーが正義と法の、神だるま、風神バーユ、雷神インドラとの間に生み、あとの二人を第二王妃マードリーが、呪術の神や守備奏神との間に生んだ。クンティーは、パーンドゥとの結婚以前、 太陽神スーリアとの間にカルナを生んでいたので、パーンダバとカルナは、実は、イフ兄弟である。パーンデュの死後、ご兄弟は、父の兄弟であるモモ、盲目王ドゥリタラシュートラの下で、彼の子、ドリオーダナをはじめとするカウラバラと共に武芸に励む。しかしドラウパディの花婿選びなどをきっかけとして、パーンダバとカウラバとの因縁が語られる。 ご兄弟を恨んだトゥルヨーダナの策略によって、すべての財産を奪われた。パーンダバは12年間王国を追放され、後に王国の回復を求めてカウラバと敵対する。この対立がマハーバーラタの中心的主題となっている。なお、これらパーンダバを中心とする、マハーバーラタの主要な登場人物は、リグベーダにさえ見られない。 インドイラン語派最古の進学体系を反映していることがスウェーデンのスティグビ・カンデルやフランスのジョルジュ・デュメジルラによって確認されている。ありがとうございます。